ダレン・ドールトンは、アメリカ合衆国カンザス州アーカンソー市出身の、プロ野球選手、右ト左打。1980年のドラフト会議で、フィラデルフィア・フィリーズから25巡目に指名され、入団。1983年にメジャー昇格し、9月25日に初出場するが、この年は2試合の出場。1984年は再びマイナーに戻る。 1985年に再度昇格する。1988年まではオールスタークラスのキャッチャー、オジー・バージルやランス・パリッシュの控え保守であった。パリッシュがエンゼルスに移籍した1989年に正保守となる。1991年5月7日には結婚するチームメイトのジョン・クルックの独身お別れパーティーに出席し、 飲酒したレニー・ダイクストラの運転する車に同乗して車ごときに激突。ドールトンは顔面、ダイクストラは肋骨と鎖骨を骨折し、いずれもしばらくチームを離れることとなった。1992年は同年のオールスター初出場を果たし、最終的に145試合に出場して打率、百七十、本打二十七、そして百九打点を挙げて、 打点王を獲得。死球が88あったため、出塁率は385であった。シルバースラッガー賞を受賞。オフの日米野球にチームメイトのデイブ・ホリンズ三塁手と共に来日した。1993年にも24本塁が105、打点の活躍。この年も打率は257ながら死球を117選び、出塁率は 392に及んだ。チームのワールドシリーズ進出に貢献した。1994年以後は膝の故障に悩まされて出場機会も減り、1996年には外野手に転校したが、わずか5試合の出場に留まった。1997年に復調し、右翼手として出場を続けていたが、シーズン途中に球団創設5年目にして、 初のプレイオフ進出を狙うフロリダ・マーリンズにトレードで移籍。マーリンズでは一塁手及び代打として起用され、シーズンを通じて136試合に出場し、打率263、14本塁打、63打点、68得点を記録。マーリンズはワイルドカードでプレイオフに進出し、ワイルドカードチームとして初めてワールドシリーズに進出。 シリーズでもクリーブランド・インディアンスを破り、ワールドチャンピオンに輝いた。この年、カムバック賞を受賞したが、ワールドチャンピオンを花道に現役を引退した。2017年8月6日、フィリーズ球団公式サイトから脳腫瘍で亡くなったと発表された。プライベートでは飲酒運転及び手記検査拒否による逮捕歴も数回ある。 家庭内暴力でも逮捕されており、2004年には離婚調停に関連して法廷侮辱罪を問われ、2ヶ月収監された。元フィリーズ打点王ドールトン氏が脳腫瘍で死去日韓スポーツ2017年8月7日、元打点王が脳腫瘍による闘病の末に死去、救援3度出場のドールトン氏。ありがとうございます。